はいどうも、ケイキューです。今日はですね、サガフロンティアルージュ編ではなくブル編やっていきましょう。で、前回ですね、時の君を倒して、まあまたシストね、新しく、ゲットしたんですが、で、今こんな感じでね、術のシスト集まってきてます。はい、ということは、あいつと戦う時が来たと。やっとこの日が来た。これでルージュと対決できる。行きましょう、対決ですね。みんな見守ってます。そして、ブルーとね、ルージュがいる。ここは1対1で戦います。さあ、魔術の空間ですね。お前が術を磨いてる間、俺は剣術を磨いていた。それを見せる。さあ、エナジーチェーンですね。237。うん、822倒しましたね。で、ここはね、リバイバーがかかります。ルージュの LP は固定です。で、ブルー今3じゃないですか。ゴサルスのところでね、買い物をしたので、なんでね、ルージュ編は、あ、ルージュ編じゃない、ブル編はね、あんまりね、LP を使わない方がいいですかね。まあ、この対決と、別にね、理由もあるんですけどね。LP を消費して使うっていう術があるんですよ。なので、ブルーの LP は高めの方がいいかな。はい、行きましょうか。見せてやるよ、剣術をな。剣と魔法、どっちが強いか、ここでね、決着つけよう。ブル強いですね。何もさせない。はい。ただよ。俺はね、負けたいんですよ。キック。やっぱりそのなんつうかな、負けたからこそ。ね、分かることもあるということで、俺は負けたい。次の一撃で勝負が決まる。俺はパンチを選択だ。バカな、この私がお前より劣るとでも言うのか。ブルーは死んだ。戦いに敗れたブルー、僕は誰だ。ルージュなのか、ブルーなのか。あの瞬間、ルージュの力が俺を貫いたとき、俺はルージュに吸収された。今、僕はルージュであり、ブルーだ。そして理解した。最初から俺たちは一人だったんだ。なぜキングダムは教えてくれなかったのか。それを知らなければならない。帰ろう、ルージュ。キングダムへ。はい。ということで、次のね、場所はここです。マジックキングダムに戻ることになります。はい、その前にですね、ちょっとドゥバン、どこでもいいんですけどね、ちょっとドゥバン行きますね。はい、見た目見てください、これ。はい、そして、主人公がルージュになりました。
はい、でですね、ここからちょっとね見てもらえたと思うんですが、まず LP が戻ってます。さっきねブルーの時は3だったんですが、これで7に戻ってます。ただ武器ですね、はい、ゲームは持ってると。でですね、さらに、ここ術なんですが、はい、まあ、こんな感じになってるんですが、術はね、で、これです。はい、ちょっと途中話したやつはね、このサクリファイスってやつが LP を使って味方全体を回復するんですが、まあこれとかをね、まあたくさん打てるようにか、まあそんな打つ機会は、まあ、ここまで育ってればないんですけどね、まあそういうのにも使えますんで、まあブルーのね LP はまあ貴重と。そしてですね、そう、術じゃなくてね、こっちこっち、今ここ術しか選べないようになってるじゃないですか。ここさっきまでのブルーの、剣の技とかありますよね。それは全てなくなります。そしてさらに、ステータス、はい、力のところですね、筋力 STR のところ見てもらったかと思うんですが、9になってます。で、運動性とかもね、初期に落ちて丈夫さも落ちてます。はい、なんでまあステータスの変動がまああるっていう感じですかね。で、技ポイントもなくなってると。はい、で、ルージュにまあ勝ったバージョン、これはちょっとルージュに負けたバージョンですけどね、勝ったバージョンはまた別にやります。一旦このルージュ、主人公ルージュということで、進んでいきます。ラストまで、で、ラストバトル、ルージュでクリアしようかなと思ってます。で、一旦クリアして、次はブルー、最強のブルーねをお見せしたいなと思います。ちょっとまた準備とかもね、そっちはしておきますんで、一つ前の動画で時の君とね戦ったんですが、もう一つね違うやつと戦えるんですよ。で、そっちと戦って、一つ番外編の話で、そのブルーの話、ブルー編の話ちょっと紛らわしいんですけどね、こっちがルージュ編としたらね、ブルー編の話は時の君とは別のボスと戦って、その後また対決があるんですが、そこで、ルージュに勝って、ブルーとして進んでいくという感じでね、見てもらえたらなと思います。はい、ルージュに、ね、なったということで、まあブルージュになったということでね、ちょっとシュライクに来ました。まあちょっと戦おうかなということで、まあ術で戦った方がいいんですが、今はとりあえずね、ちょっと銃をセットしてます。はい、まあせっかくね、ルージュ、なったので戦いましょう。こっち行こうかな。このブルー編はね、まあいろいろ見どころあるよね。こういう感じでね、なかなかなストーリーじゃない、ブルー編もね。そうですね、サイレンスはまあメサルティは術のポイント上げたいので、それでいこうかな。で、メイレンは、はい、まあこんな感じでいきましょう。で、ここからまあルージュはね、剣は使わないです。まあ玄魔はそうやね、まあヒューズあたりに持たせようか。あのブルーがね勝つとまたステータスの変動があるんですよ。まあ、そっちのね、変動も見てもらえたらなと。よし、いい感じかな。ヒューズひらめいてくれんかね。まあ、メサルティもやっぱ使いやすいしね、やっぱこのパーティーはこのパーティーやっぱ使いやすいですよね。まあ、このメンバーもやっぱね、ちょっと待ってますよ。はい、今新しくね、銃の技覚えました。
まあ一応軽く覚えたいよね、銃だけね。今一つね、はい、覚えました。まあこんな感じでね、順番に覚えていくと。まあ銃技は今みたいな感じで、戦闘後ですね、に覚えます。まあここで戦えばね、すぐ覚えます、長弾とかね。一応もう物語はね、もう終盤です。一応このルージュ編、そしてまあブルー編ね、終えたくらいか。まあブルー編が始まると同時くらいに、リュート編やるかもしれないです。よし、オッケー。まあ戦闘はこれくらいでいいですかね。あ、覚えましたね。いいですね。はい。まあこの場所はね、よくね、まあステータス上げとかね、まあ妖魔にね、モンスターを憑依させるとき、とかに来ます。まあもうちょっと進んだところにね、スザクがいるんですが、まあそいつを使って、まあ憑依させて、という感じで、まあよくね、ここが来ます。まあそれかまあヨークランドか、まあどっちかかな、ステータス上げはね。はい。ということで、まあ、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。